お願いします。お願いします。いつも申し訳ございません。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になってます。どうもラファエルさん。あ、そっちだ、そっちのがバズるかもしれない。ラファエルさんって呼びましょうか。声が違いますけど。声が違う。前の時に、はい、1から9までメニューをいただき、あ、はいはいはい、どれをお話ししましょうねと、うんうん、それなのか、ね、前一回ラファエルさんにもらった、ラファエルさんもう間違えてる俺、仮面巨人さんにいただいたこの、はい、レジュメをちょっと隊長とも共有しまして、はい、こんな、はい、こんな人となりだよと、うん、じゃあまず仮面巨人さんの、うん、人となりを簡単になんか、うんうん、はいはい、僕こんな人、こんな人と今 M8 はやりますみたいなのを教えていただけると、僕そうですね、はい、ちょっと待ってください。招待招待二等兵、ね、二等兵の友人屋です。いい隊長です。隊長です、はい、今日は謎の男、謎の仮面巨人さんに出ていただき、はい、M8 聞けと、うんうんうん、何を聞きましょうなんですけども、はいはい、なんかまあ僕の中では、うんうん、とても僕みたいな、うん、凡人、うん、凡人が役に立つ知恵、うんうん、生きやすくなるようなねものを何か持ってるんじゃないかと、うん、もしくはなんか操ってくれるような感触を得ている、この歴史も知ってて、うん、欧米から東洋まで、うんうん、このライフハック術に詳しい、うん、なんかそうコメントとかを見てたりすると、はい、なんかすごい雑学がすごい感じ。そうですよね。僕の朝ごはんが日本の朝食だとすると、うん、なんかケロッグな感じがするんですよ。綺麗、もう大きい五角形が大きい感じがする。栄養素がバランスよく入ってますって。全部優れてますって言ってるよ。僕の場合なんかもう日本の朝食、もうこの辺だけがちょろっとある感触を得ています。うん、なんで僕は今日もあと黙るしかないのかな、うん、今だけで喋ってるのは彼喋ってますよ、はい、と思ってます、はい、すいません。で、あ、いい、仮面巨人さんがどんな方なのか、うん、はまあ、なんか視聴者の方に、はい、見ていただいてる方にちょっと、うん、安心感というか、うん、怪しくないよって怪しいですよねちゃんとした人だよって、はい、ラファエルですか、ね、すいません、僕がまた喋りすぎました。どうも、はじめまして。私、仮面巨人と言います。はい。はい、まあ、先ほどご紹介に預かりましたが、だいぶ持ち上げていただいて、まあ、嬉しい反面ですね。言うほど大したことないんです。はい、結構、ご謙遜。大きな方向性としては結構こう、まあ、出しゃばりだったり、しゃべりたがりだったりですね。だから、ライブの時もコメントを連投しまくって、皆さんに本当申し訳ないと思います。いえいえ、あれが面白い。まといているの、全然。まあまあ、謝るだけでやめるとは言ってないですけど。いえいえ、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。一応、まあ、声聞いて分かる通り、男性ですね。で、年齢がまあ20代後半から30代前半とさせてください。そうなんです。はい、そうですね。巨人とな、仮面巨人とは言ってますけど、体格は大きくないです。エンジニアでいらっしゃる、まあ、そうですね。皆さんがイメージされるエンジニアって、パソコンをこうカタカタっとやってる感じだと思うんですけど、うん、まあ、そうですね、パソコンカタカタってやってますね。ただその対象としてそのプログラムはやらないですね、あんまり。ああ、ちょっとわかる。ハードわかるっていうか、あ、ネットワークとか。ネットワークではなくてハードウェアの方です。ああ、ああいう大きな会社じゃないですか。制御系的な。あ、僕にはもう全くわからないな。違うの。一制作会社だ。そうですね、まあ、理系の人間が行く感じの、まあ、専攻その電気電子とかそっち系統の方ですね、うん、でプログラムやんない、うん、で、まあそうですね、なんだろうな、みんなこのエマ招待さんと知り合ったというか、を知ったのがエニアグラム、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらこそ。去年の9月頃ですね、エニアグラム、まあ、ちょっと知り出して、まあ、いろいろとこう調べていって、まあ、ネット、インターネット上で、まあ、ウェブページで文字読むのが結構好きなので、そっちを、まあ、読んでたんですけど、家事やってる、あ、僕一人暮らしで、家事やってる時とか、まあ、お風呂入ってる時には、ちょっと、読めないですね。テキストもめんどくさいんで、うん。動画ないかなと思ってて、まあ、YouTube で、あ、ラッキーと。しかも大量にある。あ、ありがたい、ありがたい。意味があったんですね。数で勝負です。意味があったんですかね、あれはね。いや、もうずっと再生しっぱなしで、しかも広告がない。ラッキーって。支持されてないですからね。うんうん、よかったですね。まだ広告つかないレベルですからね。っていう感じですね。で、まあ、エニアグラムは、テキストに、方で送らせていただいた通り、何でしょうね。感想学ってやつをやってた経緯。人の顔を見るもですし、手もですね。手のひら見てですね。はい、まあ、女の子なんて簡単に見れますからね。あ、手触れます、ね、手触れますもんね。はい。しかも、多少当てれるんであるあ大変になりません。あとでちょっと確認しましょうか。手相とかって、はい。僕も一回当たるよっていう先生に見てもらったことがあって、はい、その言ってもらった未来がとても素晴らしかったので、それに今合わせようとしてるんですね。寄せてる。でも手相が当たるっていうのを、要はこの仮面巨人さんは、なんていうの、すごい僕と違って、スピってない。なんか合理的な感じ。合理的な、もう要は、証拠ないよね。っていう方なので、その僕とは全く違うんですけども、そんな方が手相についてどんなことを思ってるんだろうっていうのが気になりました。ああ、そうですね、はい、確かにこの手の何でしょう、ね、人格診断、性格診断の類っていうのは疑似科学の批判はやっぱり免れないですよね、うん、科学的疑似科学、うん、疑似科学、はい、だ科学的な根拠がない、そうですね、と、まあ、よく批判を受けるんですけど、まあ、僕手相見というか手相占い師っていう感じでこう、まあ、市政とか路上でやってたりしたんですよ。占い師って英語でフォーチューンテラーって言って、まあ、幸福を語る人、手のひら見て、あなたこういういいところがあります、これ結構大変なことあったけれどもこれからいいことありますよって言って、明日元気になってもらうみたいなことをやろうと思って、そんな感じで喋ってたんですよ、はい、して手相を使ってたという感じですね。あ、じゃあその、当たる当たらないじゃなくて、今目の前にいる元気のない人を元気にするためのツールとして手相みたいな。あ、そうです、あ、で一応ちょっと当てますというか、絶対に外さないちょっと、コツがいい、コツというか外さないところがいくつかあるんで、それなんか今聞いて使えるようになったりするんですか。あんまり喋りたくないですけどね。ですよね。この辺がもうちょっとですかね。映画のメンタリスト系の話ですかね。ああ、それもう半分ありますね。映画のメンタリスト。ドラマか。アメリカのドラマ。はい、ああ。まあ大体みんなに当てはまるようなことをコールドリーディング、ね。あ、コールドリーディング。ああ、なるほど。で、何でしょうね。親との関係で悩んでない人ってあんまりいないんですよね。はいはいはい。誰でも大抵同じような。で、こっちが喋り出すみたいな話。うんうん、あ、そうそうそう。うまく引き出すみたいなスキルですよね。そうです。ああ、なるほど。一応チャンネルでもやりたいですよね。なんかこんな分厚い本を買ってまだ読んでないんですけど。確かに。そう、あ、はい、この間岡田斗司夫の、あ、やめとこう。岡田斗司夫が言っていたのは、要は占い師については、占いがすごいんじゃなくて、占い師が人がすごいんだと、いうのは、だからその相手の悩みを引き出す能力が優れてるんですよ、ね、そうですね、占いというツールを使って相手の悩みを引き出すっていうのが仮面巨人さんも長けてらっしゃる、まあ長けてるというか、そういう修行みたいなことをやっていたっていう感じですね。まあ完璧にうまくできたかっていうと分かんないですけど、まあ多少は指示を得られてたのかなと思います、自分のレベルでは。どこかで学んだんですか、独学。あ、いや、本買ってきて、ちょっと分厚めの本一冊買ってきて、あと手相芸人さんいらっしゃると思うんですけど、島田さんとか。
あ、そうです、あの人の本算数がとかあって読んで、自分の手で見て、あ、これかっていうのを当てながら、で、あともう実践で試して、あ、全然違うぞ、この野郎とか怒られながら、やってたんですね。トレーニング。トレーニングをされた。そうです、そうです。すると、大体なんか、当てれるようになったんですよね。というか、喋ってもらえるようになりました。ああ、なるほど。まあ、喋ると楽になりますよね、うん。この悩んでる人も。で、そこの喋らせるスキルって話ですよね。で、まあ、速感で喋り出すと、この人も整理ができてきて、うん、で、悩みが解決して、悩みが解決した気分になって。あ、この人すごいって。で、元気。そういうことですね。で、未来が良くなるよって言われて、うんうん、ありがとうございますって。うんうん、あ、そうです、そうです。ああ、まあ、そういうことですね。まあ、おっしゃった通りの内容ですね。もともとは、その、なんか、向いてないことをやって、適性と違うことをやってる人を探して、その人が苦しみを取り除けないかっていうことを考えてたんです、ね。その手を見て、今どんなことしてるって聞いて、あ、こういう仕事してますと。じゃあ、あなたの手を見ると、向いてる、向いてない。いや、本当にあなたの向いてるのはこれですってことをやりたかったんですけど、わかんなかったです。そんな。本当に向いてるのは。そうですね。あと、責任取るのが怖くなったんで、ちょっとグレードダウンして、やれるところで行こうと。あ、怖いですよね。本当に仕事辞めたとか言って言われたら。ああ、なるほど。それ何か そういうのをやろうって思ったきっかけみたいなものはあるんですか？そうか、うん。まあ、私、兄弟がいるんですけれど、うん、あ、言いたくないことあったら全然。まあちょっと妹が、どう見てもタイプ4の感じだったんですよね。うんうんうん、で、結構タイプ4の、まあ、結構分かりやすいか、今考え、エニアグラムを知った今だとタイプ4だなって、もう典型的なタイプ4と芸術に言うけどし、その、結構自我が強いというか、自我が強い。自己主張をそんなするわけじゃないと、結構強いものを持ってて、まあ、仕事ついて結構向いてないんじゃないかなってこと、そういうところが結構よくできないかなというところが。なるほど。例えば仮面教室って幅が広いじゃないですか、多分興味の幅が。そう、なんかガンダムも、いや、ガンダムって僕が昭和49年生まれ、うん、47歳もうアラフィフですよ、うんうん、でアラサー、この20年の差があるのに、うん、全然ファーストガンダムも知ってらっしゃる、うん、多分僕より詳しいんじゃないですか、うん、でそのナーガールジュナまで、そうナーガールジュナまでっていう幅で、で、今日おっしゃって、お話の準備って何かありました？これ話したい。これが、ああ、そうですね。一番最後の9番目のメニューですね。ご覧いただいていいですか？生きる強いハゲ。擬態する弱いハゲ。あえて弱点をさらす王者の風格って言って、うん、いうのが、うん、まあ、9個並んでるうちの最後にあって、うん、あ、この構成の仕方もうまいなと思ったんです。うんうん、要はなんかふんふんって読ましといて、うん、最後にディスるみたいなね。あ、そう、二等辺の扱い知ってるとっていうメッセージ来ましたもんね、はい、最後のがうまいと出し方がうまい、うん、二等辺をちょっと煽って来たぞと、うん、特にこの今なかなか容姿をいじるのが危ない時にハゲを、僕は好きな人にいじられるのは大歓迎です、うんうん、これどういう感じだったんですか？まあ、昨日ライブちょっとお話した通り、僕、特等というか、まあ、髪の毛が薄いということに関して、結構、人生をかけて考察をしていますというふうに。うんうん、はいはいはい。言ってた言ってた。うん、まあ、なぜ人生をかけるかというと、身内がハゲてるからですね。ああ。それはハゲないように。あ、みたいな感じですね、どちらかというと、なぜ人はハゲるのかというところを、考察してる。メカニズム。これバズるワードですよね。メカニズムの先ですね。どっちかというと。メカニズムの先。メカニズムの先なんですけど、最強の、史上最強の哲学入門、東洋の哲人編の方で、それの中で、意識がどこに存在するか、例えばクオリア問題の分かりやすい解説されてたと思うんですね。脳神経がこう、まあ、なんだっけ、カリウムイオンか、なんかこう、交換し合って意識が伝達するけども、それが意識かどうかもまた別の話っていうやつです。
あった。ありました。うん、僕その辺難しかったからパパってそこの辺はさらさらって読んで、そういうところが面白い。あ、僕は違う、僕は物語が好きなので。なるほど。そのまあテスト、そのなんか何でしょうね、ストレスを受けると何かのホルモンが出て、頭髪が薄くなってでメカニズムはいいんですけど、なぜそれが必要なのかっていうところを考察する感じですね、というのを延々とやってました。この生きる強いハゲ、擬態する弱いハゲが、まあ、今のところ見えてる、自分の中で固まった答えかなと。ごめんなさい、僕ら何も見えてなくて。その辺の説明をさせていただいてよろしいですか。ハゲ、ハゲ、ハゲと言いましても、やっぱり頭髪ですよね。頭髪が薄くなる。頭って人間というか動物の体の中で、まあ、最も重要な部位の一つだと思うんですよ。はい、守りたいですね。守りたいですね。はい。例えば、その、髪の毛があると、心臓より上にあるんで血圧が高い。で、傷を負うと血がドバッと出るけれども、髪の毛によって止血しやすくなる。だったり、まあ、暑かったり、寒かったりの、まあ、温度的な変化から守るっていう意味もあるんですが。髪の毛があると、いいってことなんですよね。そうです。髪の毛があるのはいいことなんですが、なぜか。髪の毛こっち見るんですか。髪の毛があるのはいいことです。はい。はい。いじってほしいんですか。なぜかその薄くなる生き物というか個体がいる、これは全く合理的じゃないなと思ったんですよね。あ、うん、深いですね。はいはい。人だけ、人だけですもんね。人だけなのかな、まあ、他にも動物でいるかもしれないですけど、僕はちょっとそれは分からないね。置いていくと抜けていくのはいそうですけども、うん、ここだけが綺麗に剥げるってなかなか動物とかで見ないですよね。見ないです、ね。はい。ゼロじゃないかもしれないですけどっていう、はい。まあ、じゃあ何かしらの理由があるはずだと考えて、で、ハゲる個体、ハゲる個体、男性ホルモンのテストステロンかなと思ったんですよね。あの、はいはいはい。よく出る人っていうのは、やっぱりここ、頭が薄くなりやすい。で、体毛が濃くなりやすいっていう特徴があるっていうのを、まあ、なんかの記事読んだから。読みますね。よく、うん、よく見る。テストステロンが出る条件は、まあ、何でしょう、活発に、闘争が発生している状態、戦いがある状態。なるほど。うん、その、まあ、戦い、緊張状態というか戦闘状態が続く個体がテストステロンを出すと考える、はい、うん、とか、あとは、まあ、あのホモサピエンスなんで群れを形成する生き物なんですが、これでこう優位な状態になっている、そういう個体が、まあ、テストステロンが出やすいと考えると、うん、そういう個体があえて弱点である頭の毛を薄くすることで、あのここを薄くしても自分は強いというところをアピールしているのかなと思ったんですね。ああ、戦ってる。なるほど。はい、だから強いよっていう意味なんですね。強さのアピール。強さのアピール。そうそうそう、そういうことだと思った。だから、ここを薄くしても、あの、生きていける生き物ですという、そういう特徴を出すために、ハゲたんだと思ったんですよね。その男性ホルモンがよく出る個体というのが。性的なアピールなわけですね。はい。あ、それに近い、そこも含んでるかなと。はい。と思いますね。でただ、ね、すいません。体毛は濃くなりますよね。体毛は濃くなります。そんなに濃くないです。ああ、そうですね。胸毛はちょろっとこれにちょろちょろってあるんですけど、うんうん、胸毛僕ないんですか。多少あります。胸毛ないです。あ、僕は多分男性ホルモン少ない。そう、ヒゲも そ, 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 剃らずにこれぐらいですか。いいな僕整えないと思う、うん、あ、でも青くはないですけど、はいはい、電気シェーバー使ってない、はい、これはどうでもいいです。すいません、それなんか無駄な話が嫌いそう。すごい邪魔だと思います。合理的じゃねえか、あいつ。無駄話しやがって。夢の話しやがって。すいません。そんなことない。いや、そうですね。頭髪は薄くなるにしても、体毛は濃くなる。体毛は、まあ、鎧みたいなもんかなと。まあ、鎧は着てるけど、兜脱いでる状態。まあ、昔だったらあったかいでしょうしね、毛があった方が。という感じですね。で、ただし、ハゲてるのは、強いオスだけじゃないなと思ったんですね。お、生きる強いハゲについて の, あの そ, あその答えを選んだのは分かっちゃいました。
擬態ってことですか。なるほど、はい。次に考えたのは、そうではない器用そうな頭髪の薄い方について考えたんですね。常時群れの中で虐げられているストレスを受けやすい、立場にある個体が、うん、強いオスに擬態するために頭髪を薄くすることによって、うん、自分の安全を守ろうとしたのではないかと考えたんですね。毒蛇理論としてですね、サンゴ蛇、いや毒蛇なのと全く同じ柄の毒がない蛇、うんうん、ああそれに近いというか、まあもろにそれですね、というメカニズムがあったんじゃないかなと、そういう理由でそういうメカニズムを選択したんじゃないかなというふうに考えています。ああ面白い。そんなこと考えたこともない。そうですね。これであの人生超えた破裂考察ですね。でも僕は、うん、まあ見てると、うん、23歳ぐらいからも、うん、こんなんなんですけど、うん、確かにそれはこう買ったからじゃなくて、いやもう薄いから、あとはどう隠すかなんですよね。ああで要は、うん、あの死体を隠すなら、うんうん、死体の山の中で、うんうんうん、みたいな感じでもう買っちゃいます、うんうん、っていうのを選んだんですけども、うん、30超えてから、うん、まあハゲだからって敬遠される人はいるんですけど、検査、まあ、ハゲだからとは言いませんけど、寄ってこない人はいるんですけど、はいはいはい、別に気にしない人も、もういる気はしている。まあ、そんなに困った覚えはないです。モテないっていうのも。まあ、普通に結婚してちっちゃなお子さん連れてて、薄い人とかいますもんね。はい。だから、その、思ったのは、弱そうに見えなきゃいいんだ。うん。擬態で、そうだから負けた人はすべからく筋トレして、うん、筋トレして合わせれば、うんうん、強さにね、うん、そうすると、うん、あのうわって言われたぞ今。じゃあその僕も同じことを考えてたんですね。あの、うん、ハゲるんだったら体を鍛えなければならないと思ってたんで、同じこと考えてました、うん、だと僕はちょっと前までずっとデブだったので、うん、それが良かったのかもしれない。ああ、そう。あ、要は、うん、大きく見える。ああ、大きく見えた。大きく見える。うん、体が。強そうに見える。強そうに見える。うん、まあ、細いより太い方が強そうですね。決して、あの、あっちは強くないんですけど。そっちに持ってく。別に何もあっちじゃないけど、ね。あっちの、あっちで、ね、うん。あっちは強くないんですけど、うん、確かに、強そうです。いろいろな面で。いろいろな面で。うん、だからその、ガツガツしてる。うん、あるいは、それは何て言うの、魅力的だと思う人は、思うと思うんですよ、ね。うん。要はなんか、ちゃんと、女性をちゃんと口説く。真面目に。うん。それは、あの、喜多方健三イズムだったりするんですけど。うん。知らない人は多いかもしれないですね。うん、ソープへ行けの、代名詞。うん。で、育ってきたので、うん、ちゃんと女性は口説く。うん。っていうのがちょっと王者の風格なのかもしれません。あとハゲ は,、うん、はハゲだよってならずに、うん、堂々としてればいいってことですね。堂々としてた方がいいですよ。してた方がいいってことなんですね。ハゲだからさじゃなくて、うん、だから何、うん、確かにおっしゃる通り、うん、よく言ってたのが、うん、ハンデだと、うん、俺がもしか、うん、キムタクと同じように、うん、髪の毛長かったら太刀打ちできないよ、うん、俺はお前らにハンデをやっとんだ、うん、っていうのはよくコンパの場で言ってました。おうおう持てなかったです。もちろん欲しかったですけど。まあ、それネタですもんね。ネタです、ネタです。だから、この一本目としては、うん、ハゲを聞けです。ハゲを聞け。王者の風格に自分を合わせろと。うんうんうん、堂々と、うん。だからこれはあの軸なしチャンネルのコウタに聞かせてあげたい。コウタに多分見ますよ。見ますかね。こうた、ん、聞けと、うんうん。こうするなと。みんなね。うんうん、ああ、そうですね。で、堂々と口説く。たてがみみたいなもんですよね。ライオンの。見えますか、僕に。見えた、それが。見えた。あ、ほら、それですよね。たてがみ。見える人には見える。うんうんうん、